ここは本当に賑やかね。その通り。このオーディション会場はまさにあの可能性にあふれた時代の縮図なのだ。Which way were you? Oh my. What? Nanashibito no Shokun, Kimi tachi no Raihou wa Pinokoni ga dekita toushō no seikyō buri wo omoi dasasete kureru.あの時の私はまだ若造だったが、時計屋の広告を見て情熱を持って故郷を離れ、ここに来て人生を築くための元手となる金を稼いでいた。そしてある日、過酷な労働によって不覚にも倒れてしまった私はスーサさんのドリンクによって命を救われた。それ以来、その甘美な味は私の脳裏に深く刻まれ、現在のスラーダを生み出すきっかけとなったのだ。夢を追う時代とはそれほどまでに素晴らしいもの。あの時代も時計屋も懐かしい。このネッサ会場はその可能性に満ちた時代を記念するために作ったのだよ。君たちが最後まで勝ち進み、新時代のピノコニーのスターになることを心から願っている。では、試合を始める前に何か言っておきたいことはあるか？Excuse me. Is that a Jujutsu Kaisen reference?Then again, this is Hokkaido, really. So I won't be surprised if you're seeing anime references in or game references in this game. Nah, we'd be. さすがは勇敢に前進を続ける開拓者だ。三月なのかさん、君は？観客の皆さん、こんにちは。これからクリアスピードの記録を塗り替えるスーパーミツキナノカの大冒険をお楽しみに。未知なるものを開拓して極限に挑戦する、さすがはミツキナノカさん。ホタルさんは？旅の終わりにみんながそれぞれ望む結末にたどり着けますように。なんと素敵な祝福だろう。姫子さん、君は自分のチームに何を期待しているのかな？みんなが無事でいてくれることかしら。とても素朴で温かい言葉だな。君たちを待ち受けるのは3つのステージだ。どのステージもその時代に関係していて、最初の2つのステージにはそれぞれ2つのルートがあり、各ルートにはユニークな挑戦が用意されているぞ。そして最後のステージでは、今もその地位を守り続ける守護者、高貴で品格のあるチャンピオンに挑むことになる。ルールはこれくらいだ。勇者諸君、分かったかな？それではスラーダリミテッドカンパニー協賛第20回ネッサの宴第33試合開始。はい、勝ち。みんな、調和セレモニーの時間が迫ってきてるわ。できるだけ早くゴールにたどり着かないと。ここは効率と安全を考えて二人一組で行動するのがベストだと思うの。Speaking of the true groups, okay. 私とミツキちゃんはホタルと知り合ったばかりだし、お互いのことをよく知らないから、あんたが彼女と組んだ方がうまくいくかもしれないわね。オッケー。異議なし。そうしよう。Fair enough. うん。私もそれで大丈夫。So I'll be pairing up with Firefly then. Well, let's go with.If you shoot in with me around,
それじゃあ二手に分かれましょう。みんな急ぐわよ。So let's go to the first stage entrance. スラーダリミテッドカンパニー協賛第20回ネッサの宴第33試合第1ステージドリームバトルへようこそ。このステージでは演技派かアクション派の2つの挑戦から好きな方を選ぶことができます。演技派の挑戦では3つの脚本に基づいた演技をして会場の審査員を感動させてください。アクション派の挑戦では3組の敵を素早く倒してゴールにたどり着く必要があります。それでは選択してください。Select the stage you wish to challenge. Wait. Cutscene? Already cutscene? But I haven't select. Oh, okay.Press the button on the tracks and select the challenge area to go on. Got it. Buddy, are you serious? Dude, like, which one is the action one, man?Action challenge. Yeah, this is the one I want. Depart! This was the dumbest decision I have ever made in my entire fucking life. Kisai no Togi Shou ga anata no chousen wo matteiru. Action star no audition e yōkoso!舞台に上がり、華麗な戦闘テクニックで邪悪な悪役たちを倒してください。ピノコニーの次のアクションスターは。お二人とも、今から私がこのステージのルールを紹介しますね。え？この先には全部で3つの舞台があり、それぞれの舞台には挑戦が用意されています。挑戦相手の敵はいずれも夢追い物語に登場する悪役ですので、素早く敵を倒して新記録を打ち立ててください。ちなみにこのステージの最高記録は赤髪の選手が打ち立てたものです。彼は3つの舞台のすべての敵をなんと5分という短時間で倒してみせました。時間がないから早く終わらせよう。Acting. Hold on. What? Let me just change the team lineup.あなたたちが相手にするのは原初の無境の怪物。当時のピノコニーは何もない荒れた場所だった。無境は混沌としていて無秩序で記憶域ミームが横行していたの。ピノコニーに来た夢追い人としてそいつらを倒すことが成功への第一歩となるのよ。ワン、スラーダは全部俺たちのもの。スラーダを奪おうなんて考えないことだ。 Right. Activating combat mode. Oops. 根は巡る。まさか命の花びらよ。いずれ風に吹き落とされる。何を知りたいの？最悪の誓い。あがく必要はなさそうだ。すべてが消える。優勝じゃの。
涙雨。フクリティアフロール。デッポート。オッケー。スラーダ、俺のスラーダが。楽勝だったね。こんな試練がいつまでも続かないことを祈ろう。Alright, let's continue. Oh, next up is the monkey. おめでとう。あなたたちは最初の夢追い人になったわ。時計屋に感銘を受けたけど、ピノコニーが黄金に溢れていないことを知って絶望した二人は、仕方なく底辺からスタートして成功するチャンスを待っていた。半ば諦めかけていたその時、大雨が二人にビジネスチャンスをもたらした。そう、あなたたちは傘の商売を始めることにしたの。でも商売が軌道に乗り始めたところで競合相手に出くわした。さあ、相手を倒して商戦を勝ち抜きなさい。どうして競合相手がスラーダなの？それはね、ここがスラーダリミテッドカンパニー協賛第20回第33試合の宴のオーディションだからよ。Are you done? プロダクトプレイスメントってことね。スラーダの尊厳を守るため空を飛び、誰よりも輝くゴリラのスターになる。Alright, let's just keep let's just go let's get this over with. ゆっくり行きましょう。本質は同じ。運命は選択だが、最悪の力。記憶を、みんなそこで深淵を迎えよ。出発の時間だ。引導を渡そう。涙雨。キュッ。クリティアフロール。重傷じゃの。命の花びらいずれ風に吹き落とされる。よいしょ。あなた、それとも動きすべきか。FBS was dropping for Reaper Moon. ドリア！はっ！ Now it's back to normal. 世界は痛みで、私の魂に口づけ。その返礼に、スラーダを求めるIf we're going to. Oh my gosh, two dinosaurs? Whatever, let's just get this over with. 二人とも無事足場を固めてピノコニーの神聖になれたわね。おめでとう。でもその時また競合相手が現れ、ダンピングを行ったことで、あなたたちは破産寸前まで追い込まれてしまった。どんなに長い戦いだろうと、あなたは耐え抜いてきた。その強敵を倒せば、苦労の末に成功を収めることができるわ。誰であろうと、僕のスラーダを奪うことは許さない。硫化妙法を使って恐竜になってやる。ゴー恐竜よ、我が敵を喰らえ。ゴーロモスラーダ、素敵な夢へ、ゴー！
Can you just get this over with already? ゆっくり行きましょう。根は巡る。命の花いずれ風に吹き落とされる。It's a mess. 最悪の誓い。出発の時間だ。記憶を。みなそこで深淵を迎える。インドを渡そう。涙雨。ヘッ。ヘッ。来る。And that's how it's done. Whoa. Gao. Mi o stete mo Srada wa. Whoa, we've been the encoding overloader. Like, what the hell? Gao. Omae ga kyōryū nara waruku nai. Kore de zenbu katazuita kana? Iko. Belto-san ga matte ru yo. Right. Kono tatakai to story.ちょっとちぐはぐすぎない？まさか恐竜に変身するだけじゃ想像力が足りないっていうの？これはピノコニーでしか見られないロマンなのに。とにかく話を戻して、長い戦いの末あなたはついに勝利した。でも当初一緒にピノコニーに来た仲間は希望がないと判断して早々にここを去ってしまった。何年も経った後、あなたたちは賑やかなピノコニーで再会したけど、なかなか相手に話しかける勇気が出なかった。もしかしたらそれこそが夢追う人たちが残した無念なのかもしれないわ。おめでとう。戦闘で見事に夢追い物語の素晴らしいアクションを再現してくれたわね。なんとか勝てたね。急いで次のステージに向かおう。Yeah. On to the next stage. Some like it hot. お二人ともステージクリアおめでとうございます。Was that a reference to Spy S Samurai Heart? クリアするよりも大事なことがあることを忘れないでください。お二人はちゃんと楽しめていますか？楽しむことは成功よりも重要ですよ。タイムを見る限り、あなたたちはあの赤髪の選手よりずっとペースが速いようですね。その赤髪の選手って一体誰なの？キメコ。それはそのうちわかるでしょう。ただお二人が次の試練も突破することが前提となりますが、スラーダリミテッドカンパニー協賛第20回ネッサの宴第33試合第2ステージ銃と時間へようこそ。銃を選びブラザーハヌの試練に挑戦するか、時間を選んでクロックボーイの試練に挑戦するか、さあ選択してください。 OK。Right, the second challenge. It's either gunfire or time. I think I'll go with gunfire. Because I have no idea what I will... Oh. Gunfire time, gunfire trial. Yeah, let's do this one.Whoa! FPS is dropping 43, 51. Yeah, this section right here, the end coding overloaded. この先であなたたちを待ち受けているのはクロックボーイのアニメシリーズで正義であると同時に悪でもある魅力に満ち溢れたキャラクターブラザーハヌです。一説によると、これらのアニメキャラは時計屋の実体験からインスピレーションを得ているんだとか。クロックボーイ研究者によれば、現実世界のブラザーハヌのモデルはかつて時計屋と深い友情で結ばれていた戦友のような存在だったそうです。入り口のテレビからブラザーハヌの世界に飛び込むことで、彼とスリリングで素敵なストーリーを体験できます。
無事にクリアできることを祈っていますね。10の試練ってことは戦いで問題を解決できるはずだよね。あんまり時間を無駄にしないで済むといいけど。 Likewise. So surrounding. Wait, let's go, let's go, let's go. This is the part where my webcam went ape shit for a good period of 30 fucking minutes. Sorry for any inconvenience caused. Thank you for continue watching. Wait. 私たち一緒にブラザーハヌを操作してるの？素晴らしい。お二人とももう慣れたようですね。Okay. このエピソード、ちびっこハヌの大作戦では、ボスストーンが戦艦を集結させ、ドリームタウンを攻撃しようとしています。ハエジー、オオカミの兄貴、ボムヘッドも何か企んでいるようで。勇敢なブラザーハヌは彼らを撃退して故郷を守らなければなりません。Okay. しかし現在のブラザーハヌは丸腰で、悪の軍団には太刀打ちできない。そのため、パズルジェントルに助けを求めることにしました。急いで彼を探しに行きましょう。Okay, so the passage is right over here. Seek the puzzle gentleman's assistance. おや、これはこれは勇敢なブラザーハヌ。助けが必要なようだね。Oh. 久しぶりだね、ブラザーハヌ。ずいぶん焦っているようだけど、スリリングなドリームメイクパズルでリフレッシュしたいのかい？おい！Let out a Billy Pool something. Hmm.なんと、つまりボスストーンが悪党たちを集め、ドリームタウンを攻撃しようとしていると、それは実に残念だ。よく聞いてくれ、ブラザーハヌ。君にちゃんとした武器が必要であることも、それが上の階にあることも、私は知っている。だが、知っているかい？スリリングなドリームメイクパズルを完成させないとここを通ることはできないことを。Let out a really cool sounding hmm again. Oops, that was not supposed to happen. さあ、早く行くんだ、ブラザーハヌ。気をつけた方がいい。二人の悪党もパズルのピースを狙っているからね。どうにかして彼らを気絶させるか、気づかれないように動くことだ。私は君がドリームメイクパズルを完成させるところを見るのが待ちきれない。頑張ってくれたまえ、ブラザーハヌ。下に落とせばあいつを倒せるんじゃないかな。よし。
it wrong? やっと全部のピースが集まった。早く戻ろう。Right. Wait. Who the corners first? Ah, wrong button, damn it. Again, I pressed the wrong button.Again, I pressed the wrong button. Oh, oh, このぴったりとハマった時の爽快感。私の脅迫観念も完全に収まった。アンモス。早く行くといい、ブラザーハヌ。あのテレビに触れ、元の姿に戻るんだ。そして上の階へ行けば、君の武器がそこで待っているはずだ。こんな適当な案内で本当に大丈夫なのかな。 Well, let's return to the normal form. いきなり接続が切られるの、まだ少し慣れないかも。 Right. Now let's head to the second floor. Wait, we're not done yet.ブラザーハヌ。Aha, I know the answer for this one. これはなんて言ってるの？ジッパー！こういう時は僕の出番だね。Okay, first of all, how... Where did you come from? Clock Boy... Atashi ni mo mieru... Kono ko... Butai no set... Oh! Even Firefly can see Clocky right now. Clock Boy wa doko ni demo ite, nan demo dekiru nda! Tatoeba ima, kimi no tsuyaku wo suru koto mo dekiru nda yo! Tic-tac! Brother Hanu wa... Tatakai da...戦わなければならないって言ってるね。敵が家の入り口まで来ている。我々に退路はない。ドリームタウンのために。あの怪しいテレビに触るぞ。確かに suspicious looking TV right now。 二人ともテレビの中に飛び込んでった。もう、このストーリーもセリフも自由すぎる。ロール。ほら、フォーレ。ブラザーハヌを操って難しい動きができるかもしれない。おや、今どなたか難しい動きと言いましたか？その通り。これからのストーリーでは様々な難しい動きが必要になるのです。前回のストーリーで戦いの準備を整えたブラザーハヌ、その時ちょうど廊下から重い足音が聞こえてきました。そう、思った通り悪の軍団の手下たちがブラザーハヌの家に侵入してきたのです。
勇敢なブラザーハヌは決して事態を傍観したりしません。彼はすぐさま倉庫に走り、悪党たちとの決死の戦いに備えました。でも私たちはまだ武器を持ってない。Yeah, Firefly has a point. 知っていますか？ブラザーハヌが愛用しているロケットランチャーがその倉庫の中にあるんですよ。さあ、早く行きましょう。本当に便利なプロセス。主催者がアーマーの着用を許可してくれたらもっと良かったのに。OK. So...物置棚の向こう側だよね。本当にロケットランチャーがある。あの悪党たちと戦えるね。この発射の感覚、グラスホッパー2と同じだ。ソリンロケス Wait, there's four more? Oh yeah, we grab more. 全部倒したよね。なんと、ブラザーハヌはまさに向かうところ敵なしですね。お二人ともステージクリアです。すぐにテレビを通じて次のステージに向かってください。 Let me grab all of these bullets just to be safe. やっと終わった。でもこのロケットランチャー手に馴染んでたから手放すのがもったいないな。あ、ううん、なんでもないの。早く次のステージに行こう。Firefly's killer instinct is slowly kicking in already. Rubbish.Third stage entrance. Little, little Caesar. What? Oh, okay.二人ともおめでとうございます。
あなたたちは数々の難関を突破してその実力を証明してくださいました。しかし残念ながらピノコニーの次のスターオブザフェスティバルになれるのは一人だけ。最後のステージでは現在まで防衛中のチャンピオンと戦うことになります。敗北すればスターオブザフェスティバルの栄冠は手に入りません。スラーダリミテッドカンパニー協賛第20回ネッサの宴第33試合第3ステージ、スター頂上決戦へようこそ。Select the stage you wish to challenge. I mean, there's only one stage to grab with any kind. And since they said the third stage is the final stage, wait, there are two arenas?Superstar Showdown Arena 1 or Arena 2? Let's go with Arena 1 then. And is the frame rate okay right here? Yeah, it was that transition that the frame rate was dropping. So.Is that who I think it is? Bro. What the fuck is Argenti doing right over here? 嘘だろ？なんかとんでもないやつが見えたような。What the fuck is Argenti doing right over here, man?What the shit? Okay. Narihiru-san. 一子同人にな。願います。Get ready for the next. Wait, let me join this.What the hell are you doing? お待ちください、リリシーお兄さん、美しいお嬢さん。これも準備の栄光のおかげですね。またお会いできるとは思いませんでした。このざわめく時にお二人の温かい表情はまるで僕のネッサのような心を照らしてくれる春風のよう。君、まさか準備の騎士。So the red hat contestant was you all along. Ah, すでに僕の取るに足らない称号を耳にされていたとはなんと光栄なのでしょう。はい、まもなく祭典が開かれると聞き、僕はプライスレス号を全速力で走らせ、ピノコギーへと導いてもらったのです。ですが、準備の加護のない銀河は混沌としており、途中で死にかけた人や負傷者を助けているうちに思いのほか時間が経ってしまって、幸いドワーフラビットの機構パイロット、ホーローキャットのデュエリスト、銀河忍者、四駆オムニックなど32名の被災者全員が無事に危機を乗り越えられました。そして今僕は皆さんを連れてここに来て、無数の美しい生命たちと調和を楽しんでいます。You're quite the savior, aren't you? とんでもない。少し残念なのは、あのクジャクのように華やかでまばゆいカンパニーの死者の状況が今もあまり良くないということですね。彼も一緒に盛り上がることができたらいいのですが。さて、本題に入りましょう。ここで再会したということは、
お二人もオーディションのチャンピオンの座を狙っているということですね。到着した後、僕が口下手だということもあり、銀の甲冑を身につけた体の大きい烈火のごとく燃える指名手配犯だと間違われたこともありましたが、構いません。全ては夢の地が課した準備の試練。重要なのは僕が今ここに立っているということ、退路のない場所で出会ったということです。準備の騎士団アルジェンティ、お二人に騎士道に基づいた決闘を申し込ませていただきます。もし僕が勝ったら優勝の座を明け渡してください。そして準備の女神イドリラ様の美貌は比類なきものであると認めてください。いや、Back to fight against Argentina again。 お二人とも準備の試練をお受けください。いただけよ。ゆっくり行きましょう。はっ、強調よ。出発の時間だ、涙雨。ふっ、クリスマス。すべてが消える。小賢しい。I have to make sure everyone stays alive。忠誠を誓います。全力で来い。最悪の力。小賢しい。遠慮を渡す。重傷じゃない。よいしょ。小賢しい。命の花びらよ、いずれ風に吹き落とされる。懺悔しなさい。根は巡る。何が知りたいの。強調よ。記憶を、皆そこで深淵を迎えよ。あなた、それとも動きすれば。これも知れ。涙雨。おっ、クリティが触れる。お二人の信念には驚かされます。しかし残念ながらそれでも優勝はイドリラ様のもの。強炭の薬よ。運命の導きに感謝。ドリア、ハック。いや、I think I use Akron's Alchemy。 これも修正を使います。全力で来い。最悪の力。小賢し。出発の時間。引導を渡そう。直してやろうか。よいしょ。ああ、離れなさい。命の花火。いずれ風に吹き落とされる。ふっ、始めましょう。全力で来い。またか。アライズ、オッケー。シューズアップ。強調よ。記憶に、皆そこで深淵を迎える。すべて。こう。ザカシ。涙雨。クリティが触れる。ジロー、1%で十分です。あなたたちの本当の気持ちが分かりました。負けを認めます。 Right, Argentigo's ass whooped. Nice. 素晴らしい。The ultimate is eternal sincerity. 本当に見事な勝負でした。お二人のおかげでイドリラ様の美名を守るためにはもっと精進しなければならないことが分かりました。はあ、なんと素晴らしい教訓なのでしょうか。言ってください、我が友、そして美しいお嬢さん。オーディションの優勝はあなたたちのものです。僕はここでお二人がスポットライトを浴びるのを見守り、観客と一緒に心からの歓声と拍手を送りましょう。私たちにはもうあまり時間がなくて、縁があったらまた会おうね、準備の騎士。それじゃ
ゴールに向かおう。美の子に行って、本当に才能ある人がたくさんいるんだね。間に合うといいんだけど。Half of his superstar. What is that?Seen already? Maybe not. Pass through the path of the superstars to reach the Panakuni Grand Theater.今回の調和セレモニーでスターオブザフェスティバルになったようですね。おめでとうございます。大劇場に入る前に、 Was that Sunday? 主催者を代表してあなたに心からのお祝いを申し上げます。 What is he doing here? 愛用の光の下であなたが喜びを享受できますように。What are you doing here?What's with the all I get are sincere congratulations? Where are my stellar jades? Hold on. You already worked things out with the Dream Master? Unless you are the Dream Master. 以前約束したように、私、ロビン、そしてベルトさんは夢の主と話し合い、ピノコニーと性格の真実について共通の認識に達しました。私とオーク家一同は皆さんの要求には答えられません。そう、予想通りだね。ピノコニーは改革が必要。七死人の皆さんの意見には賛同しますが、あなたたちの求める方法を取ることはできません。宴の星を混乱と無秩序、弱肉強食の夢追いの地に戻そうとするなどありえないことです。ここまで難関を切り抜けてきたあなたなら、多少なりともかの時代の縮図を感じたことでしょう。弱者は容赦なく淘汰され、平等は存在しない。残酷な競争の中で人々は明日が見えない状況に追い込まれ、苦しい日々を送っていました。My apologies regarding the 最終的に成功を収められるのはあなたたちのような英雄だけなのです。聞かせてください。もしあなたが性格から特別な身分を与えられていない、ただの脆弱な一般人の一人に過ぎなかったとしたら、どちらのピノコニーの方がいいと思いますか？適者生存の荒野、それとも誰もが幸せに暮らせる美しい夢の楽園。There's nothing wrong with being the fittest. そんなの重要じゃないでしょ。この人に振り回されちゃダメ。サンデーさん、オーク家の人たちが性格に関する措置に完全には同意できないとしても、今はピノコニーの過去や未来について弁舌を振るっている場合じゃないんじゃない？性格の問題はピノコニーの全ての人の生死に関わるの。もしそちらにもっといい提案があるなら、私たちは喜んで聞くわ。だからその話し合いの一部始終を詳しく教えて。そうすれば私たちもベルトやロビンさんに一体何が起きて約束通りに来られなかったのか分かるでしょ。ナビゲーター、
私もそのつもりでした。全員揃いましたので、その話し合いのことから説明しましょう。私たちの苦境と選択、それぞれの理想と信念、そして私たちが進むべき唯一の道についても。Oh, are we changing back to Robin's point of view? つまり長年にわたり私たちが世の人々を幸せにするために開催していた調和セレモニーを野望を実現するための道具にしていた悪党がいると。はい、調和セレモニーが始まり、性格の力が歌声とともにピノコに全体に広まれば、夢の中にいる全ての人々は夢から覚めることができなくなります。それは驚くべきことだね。無境は五大クランが共に守った結果、仮に誰かがセレモニーを利用して性格の力を広めようとしているなら、その人物は高い地位にいることになるが、誰か疑わしいものはいるのかな？本当に性格の存在を知らなかったのか？この七死人がここまであからさまに疑いの目を向けてくるとは本当に驚きだ。気分を害したなら請求列車は丁重に謝罪しよう。だが今は差し迫った状況でな、詳しく調べている余裕がないんだ。これも無境の平和と安定のためと思って俺たちの懸念を消してもらえるとありがたい。調和セレモニーと性格は無関係であり、私たちが無意味な心配をしているだけだと分かれば、私は予定通りステージに立って歌います。サンデーロビン、私はずっと君たちの成長を見守ってきたから、その気質もよく知っている。今の君たちは最も信仰心の厚い代弁者と言えるだろう。決意は十分に伝わった。この件は他とは異なり極めて重要だ。ベルトさんが心から求めているのであれば、私自ら答えるべきだろう。必要があれば大府家の者たちも君たちの指示に従わせる。サンデー、アイオーンに光を降り注がせるよう祈り、ソに代わって私に問いかけなさい。その光の前では全ての嘘が暴かれる。 Just like、how he did it to Benjamin? この場を見届け、真実を記録しなさい。そして私の潔白を伝え、汚名を完全に払拭するんだ。
御意のままに。主の意志が天に行われる通り、地にも行われますように。三つのカンバセを持つ魂よ、その熱き鉄をかの下と手のひらに押し当て、嘘偽りの誓いを口にできないようにしたまえ。始めよう。私が準備すべきものは何もない。はい。質問。あなたは己の神に対して敬虔であり、他のアイオーンを崇拝したことはありませんか？もちろん。あなたは自分自身を愛するのと同じように己の神を愛していますか？また常にその教えを心に留めていますか？もちろん。あなたは己の神が望む道を外れ、その名に背いたことはありませんか？一度もない。あなたは己の神に対して同行した要求をしたり、創造物としての本分を超えようとしたりしたことはありませんか？一度もない。では最後の質問です。And the final question is? あなたは過去、現在、未来を問わず、すべての約束を果たすと誓えますか？神に誓い、私の言葉に嘘偽りがあった場合、または私が約束に背いた場合、掟に従って呪いを受けよう。祖はあなたの信念を見てそれを認めました。これによって証明でき。待ってくれ。What? どうかしましたか、ベルトさん。もう一つ答えてもらいたい質問がある。俺の知る限り、ファミリーの平和共存は掟とやらに依存したものではないはずだ。Okay. 二人が口にしていた神とは本当にシペのことなのか？お、ベルトさんは分かっているはずだ。ファミリーの者たちは兄弟のように親しく、その光の下で一致団結している。双心を抱く者は等しく調和の面前で暴かれるだろう。それほど繊細で複雑な学章をデームであるシペ以外に完全に調和させられる神などいるだろうか？完全に調和。問題はそこにある。裏で調和を変えているのは外敵ではなく、その学章からひっそりと生まれた不協和音だ。遠い昔、この世界にはあるアイオーンが存在していた。祖は指を動かすだけで銀河の掟を作り、その信徒たちは天外聖火隊を結成し、全宇宙に荘厳かつ崇高な聖火を伝えた。その後、そのアイオーンはなくなり、祖が歩んだ道は調和と衝突して後者に吸収され、同化することになった。そして宇宙に響き渡っていた合唱は一度静まり、再び聞こえ始めた時にはすでに調和の賛歌となっていた。アイオーンが消えても主のいない運命は残る。万物を包み込む調和の中で、かつての雑音が静かに生じることがあっても不思議じゃない。ベルトさん、鋭すぎるのは良くない。特に、こ
孤立無援の時にはね。ふん、やはりそうか。おい、私たちの偉業のためだ。サンデー、二人には少し休んでいてもらおう。オーボーイ、何ですって。 I have a bad feeling about this。わっ、すみません、ロビン。あなたにだけは全てを知ってほしくなかったのですが。残念ながら、願いは叶いませんでした。つまり、私が歌えなくなった本当の理由は、それだったってこと。サンディ、追う影は本当は、私たちは最初から調和の子ではなかったのです。私たちの理想の楽園もシペが作るものではありません。人々の幸福は万人の上に立つ一人が約束するしかないのですよ。掟の中で人間は社会を築く。そして調和の中で私たちは秩序を得るのです。And just like that, well, and Robin's been captured. まさかピノコニーに秩序の残党がいたなんて。あんたたち、幼児ちゃんとロビンさんに何したの？ご安心ください。彼らには一人で運命について考える時間を与えただけですから。分かってるでしょうけど、それは請求列車を敵に回すことになるわよ。七死人の皆さんを敵に回したとしても、それは私と奥家だけ。しかし実際にはそこまでは言っていませんよね。皆さんがピノコニーの正義のために奔走していることは誰もが知っています。Stop beating around the bush and get to the point. 辛抱強さは一種の美徳だというのに。しかし、私はあなたを責めるつもりはありません。むしろ、ここに来た意図を明かしましょう。もし秩序があんたを使って、ベルトとロビンさんを監禁して、それを出しに私たちを従わせようとしてるなら、話し合う必要なんてないと思うけど。それは誤解ですよ、姫子さん。彼らは無事です。ファミリーが約束しているように、無境の中では誰も傷つくことはありません。秩序の美しい新世界に属しているならなおのことです。ピノコニーとこの宇宙はあまりに多くの婿の血を見てきました。強者は弱者に刃を向け、勝者は敗者の命を終わらせる。In other words, survival of the fittest. 世界はこの法則に従い、全人類の幸福を弱者の屍の上に築きました。そして私たち、あるいは私だけが、この不条理な茶番を終わらせる力を持っているのです。Perhaps fighters of order. あんたたち、死んだアイオンを蘇らせるつもり？これまでにそんなことを成し遂げた人はいないわ。姫子さんが興味を持ってくださったなら、こちらも隠さずに話さなければなりませんね。私はかねてより、人々は平和的な方法で互いを理解することができると考えてきました。これから秩序の後人の志をありのままに伝えますので、それを請求列車ピノコに、そしてこの宇宙に対してより良い判断を下すための材料にしていただければと思います。ただその理想の姿を言葉で説明するのは難しい。なので皆さん、私についてきてください。来た道をもう一度一緒にたどり、その道がどこへ向かっているのか見てみましょう。あれ、あいつが消えた。Oh, man, ようこそ。
ここはピノコニーの無教の一角ではなく、私の心の中の世界。What? 目の前の景色が変わらないのは、皆さんの意識が類似した概念を抽出して保管しているからです。 You've imprisoned us? あんた、ベルトにも同じことをしたの？これは一種の調律で、より強い効果がありますが、その分精神も消耗します。そちらの灰色の髪のお客様は以前にも体験したことがあるのでわかりますよね。この調律によって皆さんは私の感情をより直感的に理解できるようになる。そしてそれは私が皆さんに何も隠し事をしていないということを意味します。では次に大画面を見ていただけますか。私たちの歩んできた道はここから始まります。ここから皆さんには私が経験した数々の選択の一部を見ていただきます。共に苦境を味わった後なら、皆さんにも私の考えをある程度理解してもらえるかと。では始めましょう。一つ目の選択は雛鳥に関するものです。これは私とロビンが子供の頃に起きたこと。私たちは性格の災いの被害者でした。そしてファミリーのゴフェルさん、後のピノコニーの夢の主となる人物が、身寄りのない私たち兄弟を見て引き取ってくださったのです。その後しばらく私とロビンは比較的気楽な時間を過ごしました。しかしある日の夕食後、私とロビンはゴフェルさんの庭で偶然にも孤独なハーモニービジョンのヒナを見つけたのです。そのヒナ鳥はとても小さく、まだ羽も生え揃っておらず、歌も歌えませんでした。私たちが見つけた時、そのヒナは草むらの中で息も絶え絶えになっていたので、親鳥に見つけられたのでしょう。私たちはすぐにクッションを持ってきて、その上でヒナを休ませようとしました。しかし、よく考えてみると、その年の冬は寒さが厳しく、夜になると庭には強い風が吹きすさび、多くの毒虫や野生の動物が出没していたのです。ひな鳥を庭に置き去りにすれば、間違いなく春まで生き延びられません。そこで私はそのひな鳥を連れ帰り、窓のそばの棚で休ませ、ゴフェルさんに鳥籠を作ってもらうことにしました。私たちはひな鳥が自力で空を飛べるようになったら再び空に返そうと約束しました。しかし残念なことに、その鳥の運命は私たちの知らないうちにすでに決まってしまっていたのです。そのひな鳥の結末は私たちの選択にかかっている。さて、この選択の権利を皆さんに委ねましょう。この状況に対してあなたたちはどのような選択をしますか。私たちの最初の案を採用してクッションをヒナのベッドにしてあげますか。それとも鳥かごを作って暖かい家の中で可愛がってあげますか。あなたたちの答えを楽しみにしています。Talk with the others and see what they think. Okay. あの人の意図はよくわからないけど、質問だけを考えるなら、私はヒナのために鳥かごを作ってあげるかな。
空に返すにしても、それはヒナが飛べるようになってからの話でしょう。それができないのに、その場に置き去りにしたりしたら、もう二度と空を飛ぶチャンスは来ないと思うの。Build a cage.彼は私たちを閉じ込めるつもりはないみたいね。ただの質問ゲームなら少しくらい付き合ってあげてもいいかも。質問に戻るけど、私ならハーモニーピジョンのヒナに鳥籠を作ることを選ぶわ。別にこれといった理由はないの。ただどのヒナ鳥にも空を飛ぶ権利はあると思って。でもその時まで生き延びられなかったら話にならないでしょ。Watch. あいつ、いきなりこんな質問投げかけてきて、一体どういうつもりなんだろう。まあ、答えるくらいなら別にいいけど、うちだったらハーモニーピジョンのヒナに鳥籠を作ってあげるかな。They all chose the same answer. だって庭に置き去りにしたら、きっと野生の動物に傷つけられちゃうもん。そんなことになったらヒナがかわいそう。Wait, let me have a conversation with Firefly again. Sorry. あの人の意図はよくわからないけど、質問だけを考えるなら、私はヒナのために鳥籠を作ってあげるかな。空に返すにしても、それはヒナが飛べるようになってからの話でしょ。それができないのに、その場に置き去りにしたりしたら、もう二度と空を飛ぶチャンスは来ないと思うの。So a cage is thatYeah, let's build a cage. あなたが当時の私たちと同じ選択をしたことを嬉しく思います。気持ちが固まったのなら、その選択の結末を教えてあげましょう。私たちはそのひな鳥を大切に育てました。毎日餌をやり、羽を整え、そしてロビンがピノコニーを離れる日、私たちは鳥籠を開け、ヒナを空に返したのです。それから私は窓際でずっとヒナの様子を見ていました。確か3日ほどだったでしょうか。その長い3日間、ハーモニーピジョンのヒナは何度も翼を広げては空へと飛び立ち、その度に地面へ落ちる。それを何度も繰り返していたのです。そして137回目、ようやく成功したのですが、その試みも完璧なものではありませんでした。ヒナはしばらくフラフラと飛んだ後、空気の流れをつかみきれずに地面に落ちてしまったのです。その墜落によりヒナの翼は完全に折れてしまいました。しばらくは私の腕の中で苦しそうにもがいていましたが、どうすることもできず、最後は苦痛の死を迎えたのです。その瞬間、私たちの献身的な世話もヒナへの愛情と希望も、ヒナを葬り去る後押しへと変わってしまったのですよ。私たちの選択に対してとても残念に思います。続いて2つ目の選択に進みましょう。次はある夢追い人の話です。これは私が卓音の職についていた時の出来事です。
ちなみに卓音とは無教の住民の戸惑いや迷いに耳を傾け彼らにふさわしい導きを与えるオーク家特有の役職のことですね。私が無教の各方面からの声を聞けるようになったのもその頃でした。喜び、憂い、傲慢、後悔、そこには複雑な人間性が織りなす世界があり、私は幸いにもその一端を垣間見ることができたのです。それは一人の夢追い人であり密航者でもありました。他の人々と同じように彼は素晴らしい生活に憧れを抱いてピノコニーにやってきた。しかし彼が支払った代償は普通の人間にとってはまさに全てを投げ打つと言えるようなものでした。彼は私に家にある売れるものは全て売ったと言ったのです。家、土地、そして二人の子供も。自分には子供を養えないが奴隷になれば少なくとも食べてはいけると話していました。彼は計画も立てていました。財を成した後子供たちを買い戻しピノコニーの美しい夢を共に楽しむという計画を。しかし残念ながら彼の密航は少々ずさんだったため頑固なハウンドたちに嗅ぎつけられてしまったのです。その夢追い人の話を聞き私はすぐにハウンド家に追跡の中止を求めました。そうすれば彼は安心して暮らせるようになると思ったからです。ですが私の考えは浅はかだった。この独りよがりの決断が後に苦い結果をもたらすことになるとは思いもしませんでした。答えを明かすのは後にしましょう。さあ皆さん選択してください。私と同じような決断をして追跡を中止するようハウンド家を説得することでその夢追い人を生き延びさせ願いを叶えられるようにしますか、それとも沈黙を貫き運命の審判が下されるまでハウンドに彼を追わせ苦しみながら生き続けるようにしますか。皆さんの選択を楽しみにしています。もしかするとその悲劇を変えられるかもしれません。Inside the dream chases the city. Again. この質問は、ひな鳥の話と本質的な部分でつながってる気がする。そのつながりこそ、サンデーさんが私たちを説得するための突破口なんだと思う。私だったらハウンド家にお願いして追跡を中止してもらうかな。シーゼプソル。夢追い人の話、私だったら善意でハウンド家に追跡の中止を求めて彼を助けようとするでしょうね。でもこの選択がどんな苦い結果を生むのかしら。きっとサンデーさんはこの出来事から強気を持って弱気を助けることの限界を思い知ったんでしょうけど。マチ、ピノコニーでは密航者って本当に珍しくないみたいだね。でも話に出てきた人に同情する必要はない気がする。夢を追うために子供たちまで売っちゃうなんて、買い戻すつもりがあったとしても無責任すぎるもん。そう考えると選択肢は一つしかないよね。ハウンド家の人たちに強制送還してもらうの。その人はちゃんと罰を受けないと。Oh, this is where
opinions here are different, so again, you don't mind, right? What was Fly's answer again? この質問は、ひな鳥の話と本質的な部分でつながってる気がする。そのつながりこそ、サンデーさんが私たちを説得するための突破口なんだと思う。私だったら、ハウンド家にお願いして、追跡を中止してもらうかな。Ask the Bloodhounds to cease the pursuit. あなたが同じ決断をしたことを光栄に思います。敬意を表して、当時の私の決断がどのような苦い結果を招いたのか教えてあげましょう。結論から言いますと、彼は大きな成功を収めました。追跡を逃れた彼は数年間商売を続け、すぐに上流階級の仲間入りを果たし、成功の階段を駆け上がったのです。オーディのような大富豪には及びませんが、それでも群を抜いた才能の持ち主であることに違いありません。では彼は当初の願いを叶えられたのでしょうか。いいえ、私が最後に彼と会ったのは現実世界。ハウンドたちは彼を永久追放しようとしており、私はそれに同行する託音でした。その使命は簡単なもので、罪人の懺悔を聞くことだった。彼は私にルーサン家当主の地位を奪おうと謀反を企てたために、このような境遇になったと話しました。そして私が二人の子供について尋ねると、彼は「子供？何のことだ？」と聞き返してきたのです。結局調和の教えに倣い、危険を冒して成した私の善行は何の意味もないばかりか悪行となり、一人の悲しい抑圧者と無数の抑圧される側の人々を生み出してしまったのです。この選択についても私は残念に思います。次は三つ目、そして最後の選択。今回の話は私自身に関するものになります。これは私がオーク家の当主に就任した日のこと。当時ゴフェルさんはすでに夢の主となっており、彼の求めに応じて私たちは個人的な話し合いをしました。え？驚いたことに、夢の主は私に一通の手紙を持ってくるためだけにその話し合いの場を設けたのです。そこで私は手紙の内容を読むよう言われたのですが、その手紙は妹からのものでした。手紙には日常的な挨拶や彼女が旅した様々な世界での体験について書かれていました。そしてその手紙が話し合いと何の関係があるのだろうと疑問に思った時、不意に夢の主が口を開いたのです。この手紙は誰が書いたものかわかるかい？ん？それはもちろん妹です。この筆跡は妹のものですから。夢の主、なぜ私たち兄弟の日常的なことで尋ねてこられたのですか？この件を深く理解してもらうためだ。聞くが、君は今ロビンがどこにいるか知っているかい？あ、手紙の内容からするとカスビリンアート8でしょうか。カスビリン、今はそこで巡回コンサートをしているようですね。その通り。では
彼女は流れ玉に当たったことについて触れているかな？え？流れ玉？それは…その星では戦争が起きている。だからこそロビンはそこを目的地に選んだんだ。調和を広め、その星の命を救うため、彼女は自ら前線に赴いた。その歌声で人々の苦痛を和らげ、自らカンパニーの救援物資の輸送を手伝おうとしたようだが、残念なことに流れ玉は無情だからね。Damn. ロビンは今どうしているのですか？手術が成功していれば今頃は野戦病院で休んでいるはずだ。はあ、その銃弾は彼女の首に直撃した。しかし日頃から調和の善行を実践していたためか、銃弾は命脈を傷つけなかった。君の雑務が済んだら、すぐに彼女に返事を書いてあげなさい。Oh my lord。あの野蛮人ともめ。今すぐ荷物をまとめます。教えてくださってありがとうございました、ゴフェルさん。これで、どうして彼女がいつもあのような複雑な首飾りをつけているのか、分かったでしょう。そんな、ロビンさん。もう過去のことですから、気にしないでください。このことを皆さんに話したのは、調和の限界と苦境を理解していただきたかったからです。強きをもって弱きを助けるというビジョンがどれほど素晴らしいものでも、ほとんどの場合は一方的な願望に過ぎません。同じように皆さんに最後の質問、最後の選択を用意しました。ご安心ください、今回の選択は重苦しい結果を招くものではありませんから。実際何も起こりません。これはただの空想であり、私を幾晩も悩ませてきた悪夢。もし皆さんに私のような選択をする機会があったとしたら、ロビンが踏み出した調和の旅を応援しますか？So the answer will either be support Robin to go on her journey or stop Robin. Let's hear from March first. Robin さんがそんな目に遭ってたなんて。確かに強気を持って弱気を助けるのはすごいことだけど、そんな代償を支払うことになるなら、うち分かんなくなってきちゃった。Marsh has no answer. なんだか似たような光景を夢で見たことがある気がするの。夢の中でぼんやりとした顔がいくつも浮かび上がってきて、彼女たちが誰かはわからないけど、私たちは家族も同然だった。そして何か超越的な存在に抗い続けていたわ。彼女たちの迷いや恐怖ははっきりと覚えてる。そして夢の中の彼女たちが諦めようとしなかったことも、ロビンさんと同じようにね。もしあんたがサンデーさんの質問に戸惑ってるなら、
自分の経験から答えを探してみるといいわ。開拓の旅はいつも困難が伴うけど、あんたはそれで引き下がったりする？美月ちゃんや炭鉱が次の目的地に向かうのを止めたりするかしら？心の中ではもう答えは出てるんじゃない？Firefly, let's hear your thoughts on this matter. ロビンさんの勇気はすごいね。私、彼女はただステージの上で輝いてるだけのスターだと思ってた。でも、ロビンさんはサンデーさんの妹でもあるんだよね。どんなに崇高な理想を持ってたとしても、そのために自分の妹が犠牲になることなんて望まないんじゃないかな。So, there are only two answers. Support Robin to go on her journey, or stop Robin. If it were up to me,I'll let Robin decide. So the answer will be... なるほど。皆さんの考えは分かりました。私がこれらの質問をしたのは、あることを明らかにしたかったからです。すなわち、ピノコニーの苦境は調和では救うことができず、本当に美しい夢の楽園を築けるのは強い者が弱い者を制する秩序だけだということ。人が苦しみを受けた時の痛み、道を見失った時の戸惑い、願いが叶わなかった時の落胆、さらには絶望がどれほどのものか私はよく知っています。そしてそれらすべてが私を苦しめている。なぜならこれでは幸せとは言えないからです。私たちは弱者に幸せに暮らすための方法を教えなければなりません。そしてその暮らしとは、上流階級の貴族たちが口にするような洗練されたものではなく、絶対的な意味で人間が生存するためのものなのです。あなたにとって幸せな暮らしっていうのはどういうものなの？いい質問ですね。人間の意識とは本質的に一種の幻想であり、自己価値という名の牢屋のようなもの。人々はその幻想に導かれ過ちを犯しますが、その結果は自分以外の人が背負うことになるのです。過ちが一つまた一つと人々の中に満ちていき、やがて限界を迎えると、その牢屋が連なって監獄を作り出す。それが適者生存という名の自然法則です。そして自然は常に略奪と犠牲を伴う。その反対にあるものこそが秩序なのですよ。私がしようとしているのは、全ての生き物の幸せを唯一の秩序のもとに置くこと。そうすれば人々は苦渋の選択をすることも、人間の弱さに向き合う必要もなくなるでしょう。野獣の悪習を捨て去らなければ、人間のための楽園は築けないのです。ただ思想を説明するだけでは抽象的すぎると思うので、簡単な例を挙げましょうか。皆さんはすでに知っているかもしれませんが、いくつかの世界には2連休または3連休という社会運営制度があります。その貴重な休日に人々は生活の重圧から解放され、魂の平穏を取り戻すことができるのです。そう、そうした日にだけ
人々は弱肉強食の法則と向き合わずに、ほんの数日の幸せな暮らしを送ることができる。しかし、数日という時間は長い人生に比べるとあまりにも短い。私としては、社会の理想的な制度は週休7日であるべきだと考えています。日曜日の翌日、翌々日、さらに翌日、そうして永遠に続く日曜日、これこそが新世界の姿であり、何もしなくていい永遠に平和な日々なのです。これにより人々は楽園の中で本来あるべき居場所に戻ることができます。ある人は銀河を見上げ、孤立した世界ペガーナまでの距離を計算することに全力を注ぐ。ある人は片隅で抱き合い、余計な役目を負わずにいられる。もう現実世界の苦しみを背負う必要はない。こうすることでこそ人間は最も高潔な姿で運命に定められた結末に向き合い、尊厳に満ちた一生を送ることができる。これこそが幸せに生きるということなのです。蛍さん、ロストエントロピー症候群を患うあなたなら、これが何を意味するのかわかるのではありませんか。代償は取るに足らないものですよ。ただの私という個人の永遠の犠牲です。この楽園を人々のために維持するには、この宇宙が終わるまで誰かが孤独な覚醒者として残らなければなりませんから。覚醒、それってつまりその楽園も夢ってことだよね。なら楽園に足を踏み入れることは現実世界を捨てることを意味してるんじゃないの。捨てるのではなく超越するのですよ。人の肉体は弱い。物質が精神的苦痛の根源であるならば、私たちはそれに打ち勝たなければなりません。でもそういう幸せの中で人々は苦痛に打ち勝つこともなければ、その機会も永遠に失ってしまった。言い換えればこれは逃避だよ。そう思われても構いませんが、逃避は恥ではないでしょう。むしろ誰の心にも逃避の種はある。蛍さんも生命体はなぜ眠るのかという疑問の答えは、夢から覚めるのが怖いからだと思っているのではありませんか。しかしそれは異形とは矛盾しません。そのことを認めなければ、私たちは人間の弱さを理解することも、それを受け入れ守ることもできないのです。私はサンデーさんが生まれながらの指導者であることは認める。あなたは人間に対して悲観的でありながら否定する心を持ち続け、全ての生き物を平等に憐れんでるから。でも私はあなたと違って自分自身のために生きてるの。だから私は、人間が自分のために選択するのは当然のことで、生まれつき持っている権利だと思う。逃避は弱者の本能かもしれないけど、誰が弱者なのかは他人が決めるべきことじゃない。あなたの目には私も弱者に見えてるの。私は自分が弱者だとは思わない。ゲルム君、蛍は自分の意見を述べた。私たち請求列車も
答えを出しましょう。Get him, girl. あんたに任せるわ。ミハイルさんが言っていたように、彼に私たちの選択を教えてあげて。Yep. Wait. We're going back to a while ago?Not long ago. ここは…ここに見覚えはある？ミシャ。はっきりとは言えませんが、見覚えがあるような気がします。ここはどこですか？ When did this happen? ここは夢の泡よ。私たちの意識は夢の泡の中に入ってるの。これはとある七死人が請求列車に残した贈り物なんだけど、不思議なことに私たちが開けた時は何も入ってなかったのよね。無響ショップのドクターエドワードから教えてもらったんだけど、無響は記憶が集まってできたものだから、核がないなら夢の泡は形成されないはずなんですって。だからホテルのドアボーイとして請求列車の友人の中でピノコニーのことを一番よく知っているミーシャならこの疑問を解く手伝いをしてくれるんじゃないかと思って。夢の泡にはあまり詳しくないんですが、皆さんはこの大きな家が何なのか知りたいんですよね。それなら頑張ってみます。お願いね。姫子、まだよく分かってないんだけど、どうしてミーシャがこの夢の泡と関係あるって断定できるの？断定はできないわ。これはただの推測。でもミーシャがここに見覚えがあるのなら、私の推測は正しいのかもしれない。This place feels a bit nostalgic. そう、あんたとホタルはここで死、今は眠りと呼ぶべきものに遭遇した。それがドリームリーフと関係していることを考えると、ここに現れるのもうなずけるわ。今の問題は、誰があんたたちをここに連れてきたのかってこと。これまでの手がかりからして、あの愚者である可能性は低い。となると一体誰なのかがとても重要になってくるわね。私たちは再び真実の核心に近づいてる。ミーシャに少し時間をあげましょう。彼なら夢の泡の秘密を解き明かしてくれるはずよ。わかった。でもここドアだらけだよ。どのドアから出ればいいのか、ミーシャ、わかる？そうですね。こっちでしょうか。確信はありませんが、試してみましょう。はい。いきなり正しいドアを選ぶ。不思議ですね。ここはホテルとは全然違うのに、来たことがあるような気がする。しかもしばらく住んでいたような。 What? 僕の記憶が正しければ、あの廊下を進むと暖かい暖炉があるはずです。僕とクロックボーイはそこで火に当たって薪のパチパチという音を聞いていました。反対側の部屋はおもちゃが置いてある部屋です。僕は箱の中のものを全部床に並べて、おもちゃ一つ一つの物語を考えるのが好きでした。いえ、でもそんなはずありません。僕はドリームリーフで育ったんですから。じゃあここは一体？それは記憶喪失かもしれないわね。心配しないで、ミーシャ。誰だって過去を忘れることはあるわ。でもそれは別に消えたわけじゃなくて、ただ脳の奥で眠っているだけなの。同じようにその記憶を取り戻すことだってできるのよ。ここに見覚えがあるなら、他の部屋にも行ってもっといろいろ思い出せないか試してみるのはどうかしら。わかりました。では
さっき僕が言った2つの部屋を見に行ってみましょう。Then wake to wake. Search the rooms on either side. ミハイル。そう、この名前だよ。彼が時計屋だってことはみんな知ってるよね。それで彼は誰と話してるの？ミーシャ、何か知ってる？すみません、時計屋のことはよく知らなくて。ですがミハイルは。何か思い出したの？ミハイルはおじいさんの名前です。あ？おじいさん？どういうこと？まさかあんた時計屋の子孫なの？でも私たちがこれまでに聞いた話の中に時計屋の子孫に関する情報はなかったわ。珍しい名前でもないから単なる偶然なのかも。ミーシャ、そのミハイルおじいさんのこと詳しく教えてもらえるかしら？はい、もちろんです。ミハイルは航海士でいつも家を留守にしていて、大勢の仲間たちと一緒に旅をしていたんです。どんなに神秘的な海域だろうと、どんなに危険な嵐だろうと、彼の敵ではありませんでした。あとミハイルはおじいさんと呼ばれるのを嫌がってましたね。まだ若いのにお年寄りみたいな感じがするからだって。それからミハイルという名前は両親の名前、ミハリーとイリスから取ったものだそうです。二人とも偉大な海の旅人だったんですよ。ミハイルは戻ってくるたび僕に航海日誌を見せて海での出来事を話してくれました。僕の夢はミハイルのような冒険家になることなんです。確かに時計屋とは関係なさそうだけど、本当にただの同姓同名なのかな？それでそのおじいさんは今どこにいるの？ミハイルは次の旅に出ました。もうずっと会っていません。 Wait, hold on a minute. それにしてもクロックボーイはどこに行ったんでしょう？ドリームタウンを守りに行ったんでしょうか？ Whoa.部屋の中でかすれた声が。折り紙の小鳥？それは友達の名前です。折り紙の小鳥とも友達なの？はい、折り紙の小鳥はクロックボーイやミラーさんと同じコンパス号の乗組員です。折り紙の小鳥は大家族で、そっくりな見た目をした兄弟姉妹が大勢いるんです。彼らはミラーさんの指示に従って船で様々な仕事を担当している最高の船乗りなんですよ。船乗り？折り紙の小鳥にそんな設定あったっけ？ミシャ、そのコンパス号についてもう少し詳しく聞かせてもらえる？コンパス号は新大陸に向かうための船です。クロックボーイや仲間たちを乗せて幾重もの霧を抜け、大海原の奥へと進む。危険に遭遇するたびにクロックボーイがコンパスを操ってみんなを正しい方向へ導いてくれるんです。素敵な物語ね。でもピノポニーのアニメだとクロックボーイと仲間たちはずっとドリームタウンに住んでいて、一度も町を離れたことがないみたいだけど。あ、確かにおかしいですね。僕の記憶ではクロックボーイは最終的に新大陸にたどり着いたはずなんですが。クロックボーイには私たちの知らない過去があるのかもしれないわね。水の音がするような。そういえばあんた言ってたよね、この先にすごく大きな噴水があるって。What am I doing?
Bro, I'm checking out the stats. This section right here. おじいさんは海に出ると危険な目に遭うことも多いけど、午後甲板に立って海面のきらめく波を見ていると、いつも家の前にある噴水のことを思い出すんだって言ってました。その瞬間は家族のもとに帰ってきたような感じがして、海での日々がどんなに苦しくてもそれほど辛いとは思わなくなるんだって。ああ、その気持ち、うちもなんかわかるかも。Once I or you start getting gray hair. え？どこ？ってふざけないで。ちょっと考えに浸ってただけなんだから。故郷を離れた冒険者なら、誰しも心の中にこういう噴水があるのかもしれないわ。大海原の向こう側が謎に包まれていても、家の前の噴水はおじいさんのコンパスのようなもので、いつも愛する家族のもとへ導いてくれていたのね。はい、ミハイルが家にいるときはよく一緒に噴水のそばに立って、僕が作ったおもちゃのコンパス号を池に浮かべていたんです。その度、いつになれば僕もミハイルみたいに冒険に出られるのかって聞いてたんですが、毎回子供にはまだ早いって言われてしまって。ミーシャの言うミハイルは本当に航海士で、うちらの知ってる時計屋とは特に関係ないみたいだね。そうね、ミーシャの話からすると、夢の天の中の情景も全て彼が小さかった頃の思い出みたい。でもそうなるともっと謎が増えない？ミーシャの話だとミハイルは明らかに海洋惑星の生まれで、平凡な日々を送ってた子供で、ピノコニーとは全然関係なさそうなんだけど、もしかしてこれって何かの比喩？大海原って記憶域のことだったりする？すみません、僕にもよくわからなくて。でも記憶は噴水の水みたいに抑えきれないほど湧き上がってきています。もしかしたらもう少し先に進めばもっと思い出せるかもしれません。Follow Misha and continue ahead, but ways.ここは向こうに行けばいいんだよね。いえ、ここは左側に。あれ、ちょっと道が変わった。ここです。この先はミハイルの書斎です。この部屋、他のところと全然雰囲気が違うね。兄さん、やっと来たんだね。あ、ロッキー。クロックボーイ、ここにいたんですね。そうだ、僕たちが初めて会ったのもこの部屋だったような気がします。この壁一面の本はその航海士ミハイルが残した日誌かしら。はい、ミハイルは航海から戻るたび航海日誌を部屋の棚に置いてました。これは彼が世界の隅々まで探検した記録です。ミハイルは僕たちの世界はあの噴水のようなもので、いつからか海水が少しずつ人々の住む場所を飲み込むようになったと言っていました。だから
人々が安心して暮らしていける土地を確保するため、ミハイルは海を探検し続け、海水の源を見つけなければならなかったんです。その日、ミハイルは僕を書斎に呼び、いつものように航海に出ると言いました。でもその時の彼の表情はとても険しくて、お父さんが最後の航海に出る前も同じような顔をしてたんです。僕は一緒に連れて行ってほしいと頼んだんですが、ミハイルからは、僕の冒険はここにはない、家に残って外から聞こえてくる音を辛抱強く待つようにと言われてしまって。音？音って何の音？ミハイルは、空にはもっと広大な海が、星の大海原があると話していました。そしてそこには遠くへ行きたい子供たちを乗せ、星の海を走り続ける列車があるって。彼はその列車に乗っている人を知っていて、僕を連れて行ってくれるよう頼むと言っていました。僕が夢にまで見ている旅はそこから始まるんです。列車？それってまさか The Astra Express。 請求列車。思い出しました。ミハイルのお友達は七死人たちです。彼らは星が引き起こした災いをどうにかするために僕たちの世界に来ていたんです。それからミハイルは自分の懐中時計を僕にくれました。それは彼の宝物で、航海の旅に必ず持っていくものだったんですが、これからの日々は大変かもしれないけど、懐中時計の針が僕に方向を示してくれると言っていましたね。前に進む一歩を踏み出し続けていれば、必ず自分の行きたい場所にたどり着けるって。それから何か聞こえたような気が。そう、列車の汽笛です。確か部屋の向こうから聞こえてきて。そうだよ、ミーシャ。それから僕たちは音のする方に向かったんだよね。はい、まだあの時の道を見つけられるはずです。ん？ Find a way to get to the other end of the room. Puzzle time。 これってドリームメイクパズルだよね。うちらに出口を作らせるつもりなのかな。でも最後のピースはどこで見つければいいんだろう。ねえ、覚えてる？ここに迷い込んだ時、不思議なピースを一つ拾ったわよね。あ、形はぴったりみたい。このピースもミーシャと関係があるの？どうやら真実が明らかになりつつあるみたいね。このまま出口を出て調べてみましょう。What the hell is that? Go to the other end of the room. ここです。ここは僕の時計工房です。Your room of clocks? ミハイルが航海から戻ってくるのを待ってる間、ウェルダーおじさんが僕にこの作業部屋とおもちゃの部屋、それから秘密基地をくれて、ここでは。ゼンマイや歯車の修理について学びました。僕は精密な機械が好きなコンパス号の船長で、クロックボーイやミラーさんと一緒に夢の中で新大陸を探してる。僕はここで生まれ育ちました。つまり夢の泡のこの建物は
あんたが小さい頃に住んでた家ってことね。小さい家？はい。でも少し違います。こう言った方が正しいかもしれません。この夢の泡こそが僕の家だと。おう、OK。 全部思い出したみたいね。ちょっと待って、ストップ。なんでうち以外なんか分かってる風なの？どういうこと？ Because you is a dumb dumb. Yeah, you're the only one still in the dark. みつきちゃん、彼が前に自分にしか見えないクロックボーイがいるって言ってたのを覚えてる？ Yeah. 覚えてるよ。横にいるこの子のことでしょ？でもドリームリーフではうちらにも見えてたじゃん。幼児ちゃんだって挨拶してたし。請求列車のみんなには子供心があるんだね。答えは請求列車にあるわ。彼の体験からもわかるように、少なくともホタルとヨミにはこのクロックボーイが見えてない。そしてみんなも気づいてるかもしれないけど、ドリームリーフでは列車のメンバー以外誰も彼とちゃんとした会話をしていないの。Yeah, I noticed that too. 特定の人にしか見えないミーム生命体。まるで誰かが七死人に残した秘密の手紙みたいね。ねえ、ちょっと気になったんだけど、ミーシャにもクロックボーイは見えてるんだよね。小さい頃から一緒に育った仲良しだって話だし。でもこの子はまだ開拓の道に足を踏み入れてないのに、どうして？それこそが謎を解き明かす鍵なの。美月ちゃん、もう一度よく思い出してみて。クロックボーイの件と同じように、列車組以外の誰かがミーシャと話してるところを見たことはある？なん、まさか。ビンゴ。それこそが答えです、美月さん。この夢の泡は僕が生まれたゆりかご。僕は記憶行きミームと何ら変わらない夢の中の住人なんですよ。ビンゴ。本当は夢の泡の中で皆さんを待つべきだったんですが、現実と記憶が重なり合って、無意識のうちにドアを開けてクロックボーイを連れてここから出てしまったんです。じゃあ時計屋が残した夢の泡が空っぽだったのは、中身がなかったからじゃなくて、中身が勝手に出て行ったからだったってこと？チームサイキ。あんたが聞いた汽笛って列車がピノコニーに到着した時の音だったの？それも一つの解釈ね。でもその裏にはもっと長い物語があるはずよ。全ての経緯や明らかになっていない謎についてはやっぱり彼自身に話してもらうのがいいと思うけど。いや、まずはあんたの名前から始めるのはどうかしら。私たちはあんたをミーシャと呼ぶべきなの？それとも。皆さん、この長い旅を思い出させてくれてありがとうございます。改めて自己紹介させてください。僕はプルスミル星系に位置する惑星ルサカに生まれ、航海士ミハイルとシャール夫人の養子になりました。そして老夫婦は僕に宝物をくれた。それは彼らの希望が込められた名前。 And their name is ラグウォーク・シャール・ミハイル、あるいは略してミーシャ。 Your leg work? あなたたちが望むならもっと馴染みのある名前、時計屋と呼んでもらっても構いませんよ。 What? あんたが時計屋本人だったの？残念ながら人々が憧れる美しい夢の大物はもういません。僕は彼の人生の縮図に過ぎないのです。そして今まで皆さんと一緒にいたこの子は、彼の子供時代の美しい夢に出てきた無垢な主人公、クロックボーイの友人で若い見習い、未来の列車の整備士。
Wait, future mechanic? 同時に彼の開拓の生涯の出発点でもあります。僕は人生の旅の最後にこの大切な火種を一番深い夢の奥に残して後世の七し人たちに託したいと思ったのです。そう、ミシャスどういうわけか。Whoa. 彼は勝手に夢の泡から出た挙句使命をすっかり忘れてしまったようで申し訳ありません。皆さんには恥ずかしいところを見せてしまって。それは彼が生まれながらに開拓を望んでいたからなんじゃない？ミーシャも案内人としての使命は忘れてなかったと思うわ。だからこそ自分のことをホテルのドアボーイだと思い込み、彼が初めて夢に入った瞬間に現れたんじゃないかしら。気を失っていた彼をここに運んできたのもミーシャなんでしょ？こうして考えると私たちは最初から時計屋の遺産とすれ違っていたのに、それに気づかなかったってことになるわね。僕には悪友がいるんですが、その人が言っていました。僕の人生はいつも遠回りしていて、最後には必ずスタート地点に戻ってくると。きっとこれは七し人なら誰もが経験する過程なのでしょう。ですが最後はあなたたちが僕を見つけてくれた。本題に戻りますが、皆さんがここに来たのは時計屋の遺産が何かということに関心があるからですよね。僕のハウンドが性格や大物の財宝については話していると思いますが、いや、ギャラグ申し訳ありません。性格については事実ですが、ミハイルの財宝はただの巷の噂に過ぎないんです。僕は幼い頃に故郷を離れ開拓の旅に出ました。さまざまな場所を訪れ、最終的にアスデナで足を止め、僕と友人は最初のピノコニーを築き、今までその未来のために努力を重ねてきたのです。 Okay. But then... 僕は生涯前に進み続け、行く手を阻む障害を打ち破るために全力を尽くしてきました。しかし結局僕の道も終わりにたどり着き、肉体はボロボロに壊れた機関車のようになり、後世に残せるような価値ある財産も何も残っていませんでした。ですからこのポンコツ機関車に遺産と呼べるものが残っているかと聞かれると、今もエンジンボイラーの中で燃え続けているものしかそれに当てはまるものはないでしょう。今のピノコニーの状況はあなたたちも知っての通りです。当然僕はこの世界を正しい軌道に戻すために誰かに手を貸してもらいたいと考えています。ですがその決断はあなたたちが下すべきもの。開拓の道は他人によって敷かれるものではありませんから。なのであなたたちには一つの物語と二つの贈り物だけを残そうと思います。これを受け取ってください。僕の懐中時計です。これは長い旅をしている間、何も知らない愚かな少年が前に進めるようずっと導いてくれていました。そのおかげで多くの偉大な人々と今日まで共に歩むことができたんです。それから僕の帽子を、僕をナビゲートしてくれた人がそれをかぶせてくれたんです。それ以来開拓の旅は永遠に終わらないという非現実的な考えを抱くようになりました。さあ次はあなたたちが選択する番です。決心がついたらそのドアを開け、ある老人の長い夢の中に入ってください。僕はこ
この時の廊下の果てで皆さんをお待ちしています。さあみんな決断を下しましょう。まあ異議を唱える人はいないと思うけど。 I'll choose the trail please。 当然ここまで来たんだから前に進む以外の選択肢なんてないでしょう。全員一致で決まりね。それじゃあみんなでこの夢の終点に行ってミハイルに私たちの選択を伝えましょう。いや、Advance towards the end of the long dream. Open sesame. So, for those of you guys who are watching this on YouTube, unfortunately, due to encoding overload, some parts of the missile section had to be cut out. So, what I did is, I had to lower down the CQP level, so hopefully the bit should be fine. So I have no idea. Hopefully the bit rate's alright. I mean, it doesn't have to be ridiculously good. So unfortunately, so let's just continue from left off because apparently. From what I understand, right, the Misha section is still. There's still quite a lot of. Still quite a long way. So, once this Misha section is over, I'm calling it a day. Okay, I'm just calling it a day. So, hopefully the. I hope the beat rate is all right. So let's just test things out. Okay, so let's just continue on from where I left off. Wait. Oh, cutscene already? 時計の針は人の困惑、苦悩、弱さのようにいつまでも回り続ける。でも何があろうと人は進まなければならない。その針が永遠に前を指しているように、僕の旅はここまで。ここからは君の道だ。開拓はかつて至れなかった道を行き、さらに遠くへ向かうこと。ミハイルが夢見たピノコニーは秩序なんかのものじゃない。ウォー、 That is CP right? If I'm not mistaken, That was CP right? Okay, At least I found my thumbnail forthe second part of my video. こんな時にあのアイオンがピノコニーに目を向けると、これは開拓の伝承が共鳴を引き起こしたのでしょうか、それとも皆さんの絆がアイオンをも動かしたのでしょうか。私としてはアイオーンもピノコニーの未来が誰の手に渡るのか知りたかったんだと思うわ。だからこそ亡くなったアイオーンの代わりに見届けに来たんじゃないかしら。ならばピノコニーの夢の主を、そしてオーク家107336名の同胞を代表して皆さんを正式にピノコニー大劇場で開催される調和セレモニーにご招待しましょう。もちろん皆さんが行くのは観客席ではなく舞台の中央になりますが、性格、ピノコニー、さらには銀河全体の未来に関わることですからね。
公平を期すため、そこで決着をつけましょう。皆さんがアキビリの道を信じているというなら、そのアイオーンの勇気と覚悟を私に見せてください。Just like that, a new path for the Trailblazer has been unlocked. Tread on a brand new path. So, it's when we were saying the Trailblazer has become Michael Jackson. let's view. My new path, harmony unlocked. Switch to the path of harmony. You can trial the current path here to further understand the combat mechanics. Wait. Can I just do this later, because it's already past midnight. Alright, you know what? Fine. Let's start the trial then. Let's check out Michael Jackson before I wrap this up. Sheesh. Increases the break effect of all allies, causes additional break damage when allies attack enemies and their weakness broken. So what does his support do? He's literally Michael Jackson! Dude's literally Michael Jackson! What the hell? 対処法を考えよう。 I mean, I kid you not. Let's see from the side view. こう動きたい。 How is that not Michael Jackson? Hello? How is that not Michael Jackson? Explain this shit, buddy. I'm sorry. And this move right over here. This is literally Dante's that one hat move. That's literally Dante's move! Well played, Oyo. You have successfully combined Michael Jackson and Dante together! I clap for you! Alright, let's test him out. Age harmony, swing dance etiquette, half time to make it rain, deals minor imaginary damage to single enemy target with 5 bosses in total, grant all allies the backup dancing effect, all allies with backup dancing effect, yada. Teamwork を試す時だ. I mean, look at this portrait over here! How is this not Michael Jackson? Bro! How is this not Michael Jackson, buddy? Dream come true! 支援開始いたします。インストラクション入力。Yikes, Galadriel. Galadriel, sorry. Random attack. Standby.Yeah, when he burns down small damage. 敵ターゲットを確認。 Alright, let's see his ult. It's showtime indeed.
コラボスタート。Hold up. What's the backup dancer effect? Increases break effect by 26%, and after attacking enemy targets that are weakness broken, converts the target's reduction of attacks into one instance of super break damage. まだ立ち上がりますか？時間です。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。ここからは愉快な反撃の時間です。オッケー。おとなしくしなさい。この程度か。お前からでいい。Wait. 生命は美酒と同じだ。さあ、存分に味わえ。ブーン。Super break, okay. Dream come true. まだ終わってない。支援開始いたします。お黙りなさい。Super break. 獣王が直を放ずる。魔王、終戦。Ultimate dance move. Right. Okay. Oh boy. And that means I have to... Then again, I have a lot of... Quite a lot of harmony... Light cones though. But at least the...Well, it looks like before I might as well do some. Here, let me just. Wait, what? 別々の道を行くことになるまでは、一緒にいる時間を大切にしよう。Activate.Hold on, where do I find this? Oh, over here. Speak with your companion and sort the information you have.Wait. Oh, man. Let's... Okay. Let's have a conversation with them a bit. つまり、調和セレモニーで勝敗を決めようってこと?そういうことだと思う。何それ、ずっと悪党が何かしないか警戒してたのに、最後には公平を期すためとか言っちゃって、あいつうちらのことなんて眼中にないんじゃないの。サンデーさんは自分の理想を固く信じていて、本気で秩序の正しさを証明しようとしているように見えるわ。彼には強い信念と支配欲が感じられる。きっと正々堂々やって勝たなければ自分に納得がいかないんでしょう。だからこそ次の勝負では全力を出してくるはずよ。 We won't back down either. I flexed on him too hard with my big swag. Guess I messed around and found out, huh? Oi! What's with the if evil, why so nice? Huh?Customer, you know your audience way too damn well. I'll go with this option.
あんたね、まったく、いつも肝心なところでずっこけるんだから。うちらは壊滅の絶滅大君だって倒したんだから、たかが秩序なんてきっと大したことないよ。いずれにしても請求列車として性格の存在を無視することはできない。それにピノコニーの未来を開拓することはミハイルたち先人の願いでもあるもの。みんなバトンを受け取った以上、彼らの意志を裏切るわけにはいかないわよ。でもそれは秩序にとっても同じことだよ。彼らの計画は長い時間をかけて準備してきたもの。その背後には宴の星が数百年かけて育んできた巨大な意志があると思う。夢に入りたいという渇望、深い眠りにつきたいという怠惰、そして逃避、諦め。人々が気づかないうちに育んだ感情が秩序の美しい夢を成長させるゆりかごになったんじゃないかな。一つの世界の意志を利用してアイオーンを誕生させる。この戦いは単なる力のぶつかり合いじゃない。ピノコニーの未来のためにも君たちだけを舞台で戦わせるわけにはいかない。あ、君たち？どういう意味？ホタル、うちらと一緒に行かないの？ Well, I kind of saw this coming because based on the trailer that I saw earlier, right? There's a possibility that Firefly is going her separate way, and I kind of saw it coming, man. Because the trailer kind of gave it away. The trailer kind of gave it away. So, oof. Hotaru が言いたいのはもう一つの戦場に向かうってことだと思うわ。Yeah, she's definitely heading off to another battle. 出発前に運命の奴隷が教えてくれたの。この旅で私は忘れられない収穫を得るだろうって。彼がくれた脚本はほんの数行しかなかったけど、無視できないものだった。だってその中の一行に、私は夢の地で死を3回経験するって書いてあったから。 What?3回？きっと鍵カッコがついてるんだろうな。 Whoa, what the hell? 1回目は死に等しい苦痛で、私の体は眠りの翼人に貫かれ、そこから全ての物語が始まる。脚本は必ず現実になるけど、どういう形式かはそのページを開くまでわからないんだ。 Should be... たった今私は2回目の死の意味が理解できたから、それを行動に移そうとしてるの。うまくいけば君たちにとっても大きな助けになると思う。 Oh my gosh, この勝利を勝ち取らないとピノコニーに未来はない。それにこうすればまだ訪れてない3回目の最後の死が最悪の形で現れることはないはずだから。最悪の形、それって本当の死。ピノコニーの全ての人々が秩序の美しい夢の中に永遠に沈むことね。それは絶対に避けなきゃいけない未来だよ。ホタル、覚悟はできてるの？もちろん、できてなかったらここには来てない。改めてお礼を言わせて。請求列車を助けてくれて本当にありがとう。現実世界でまたあんたに会えることを願ってるわ。さようなら。みんなの開拓の旅が永遠に終わらないことを祈ってる。ショードを夢に見た。みんな準備はいい？新たに生まれたつぼみは理性変身ともにほころび。
Please 変身。Please 変身。ホタルや、生きるために死ぬのだと。現実でまた会えることを願って。Oh man, that's a nice shot. That was a nice shot. ヤペラーの名は銀河の歴史から消える。そして。陛下官邸が奴らにとって変わり、近い将来招待状を受け取るだろう。それがお前の次の目的地だ。夢の地ピノコに。そこでお前の求める答えが見つかること、あるいは解脱を得られることを祈っている。三回の死のこと。ウォー、銀狼から聞いた。残念ながら俺の脚本にそれはなかった。私は生き延びたいとは思うけど、死ぬことを恐れてるわけじゃないから。死の反対は永遠の命。それは決して私が望んでるものじゃない。人はいずれ死ぬ。それは私も例外じゃない。死は脚本みたいなもので、抗うことのできない運命だもん。だからこそ私たちはちゃんと自分の骨を埋める場所を選ばないと。お前が生きるのは滅びるためなのか。ジンだってそうでしょ。君が望む終わりは決して他人に定義されるものじゃない。今死ねば私はただの兵器でしかない。でもできることなら一人の人間として死にたい、うん、死ぬべきだと思うの。まだ私には遠すぎる概念かもしれないけど、みんな同じなんじゃないかな。生涯をかけてその答えだけを探してる。お墓に刻まれる短い名前を。私の墓石には、前はクラモスの鉄器、今は性格ハンターって刻まれてるけど、いつの日かきっと蛍の名前と彼女が人生の最後に見せた輝きが記されることになる。Man, she has to experience three different deaths. Bunkai Sawe, you cruel mother. 驚いたぜ、じいさん。あんたの闇雲な計画が本当に成功するとはな。あんたら七死人ってのは感情で突っ走るだけのバカの集まりなのか。感じるんだ、偽りの美しい夢が終わろうとしてるって。あの七死人たちはまだ若いが、この大義を成し遂げるだけの力を持っている。かつてのあんたらがそうだったように、あんたがその光景を目にできないのが残念だ。かくいう俺も運には恵まれてないらしい。見破られた虚構のものは存在しないも同じだからな。七死人たちのことはこのくらいにして、あの頭に羽を生やした小僧もあんたにそっくりだ。頑固で棺桶に入るまで涙を見せない、運命のいたずらってやつかもしれないな。このクソみたいな運命さえなければ、俺たちは一緒に笑い合えていたかもしれない。だが最後はしっかり鬱憤を晴らしてやったぞ。これですっきりした。昔あの連中が俺たちに何て言ったか覚えてるか。地獄に落ちろ、この裏切り者ども。なあミハイル、あいつらの言ってたことが本当かどうかは分からないが、
自由を求めるだけで地獄に落ちることになるなら、俺もすぐにあんたのとこに行くことになるだろうよ、じいさん。そしたら地獄でまた一緒に晩飯を食おう。ああ、忘れるところだった。もう一つあったんだ。この集いと別れは時の定めで、お前に敬意を示そう。開拓者、完璧ではない明日に乾杯。ああ、本当に暖かい。普段この視界の傍らでは生き物すら見かけないというのに、君は幸運だな。雨宿りの場所を見つけられただけでなく、新鮮な果実まで手に入れられたのだから、こんなことはめったにないぞ。ただ命の気配をたどってきただけだ。こういう場所ではそうした気配がはっきりとわかる。少し残念なのは味が淡白なことだな。本当か？むしろこの果実はかなり果汁が多い方だと思うが、唯一の難点は口に入れて噛んだ時、とんでもない辛みを感じることだ。まさか味覚がないのか？いや、いくつかの味はまだ感じられる。例えばほのかな甘さとか。ここに来る前はエオルケロンという場所にいたんだが、そこにも人気のない崖があって、夜は焚き火で辺りを照らしていた。空からは赤紫色の雪が降っていて、ふと思いつきでそれを口に含むとラズベリーの味がしたんだ。その味は甘美とは言えないが、忘れがたいものだった。改めて振り返ってみると、私の辿ってきた道をつないでいるのは、印象に強く残る物事の顛末ではなく、そうした忘れられない瞬間の数々だな。気にするな。次第に自我を失っていくのは自滅者なら向き合わなければならない現実だ。少なくとも私はまだ完全に感覚や記憶を失ったわけじゃない。それでは君の旅に新たな注釈が加わったことを祝福しよう。ところで君は一人なのか？いや、エオルケロンにいた頃は仲間がいた。彼女は小柄な七死人で、自分をイックスに飛ばそうとしていて、いつもアキビリよりも奥深く、さらに遠くまで行くと言っていたな。体は小さいのに野心は大きいのか。それで結果は？彼女は死の水になった。それは残念だったな。残念？そうは思わないが、彼女は最後まで笑っていたし、一度だって自分の選択を悔いたことはなかった。きっと笑って別れを告げてほしかったはずだ。私はそうしたぞ。それが彼女のことを残念に思っている証拠だ。あるいは
恐れているのかもしれないな。恐れている？君からそんな感情は感じ取れないが、何を恐れているというのだ？彼女と共に過ごした30日間を忘れることをだ。これまでに生きてきた全ての31日のように、その多くは雨に流され、見えない彼岸に消えていった。その鮮やかな赤い記憶が消えてしまうことを私は恐れている。この目に映る色はもう多くない。淡く暖かい赤を除いてほとんど何も残っていないんだ。驚きだな。血と破壊と混乱を多く見てきたはずのレンジャーが赤からぬくもりを見出せるとは。それは私も昔はそうしたぬくもりをたくさん持っていたからだろうな。ある人と約束したんだ。それをもっと多くの人に与え、余生すべてを人々にとってより良い結末を追い求めるために使うと。その赤が残っている限り、私は約束を果たせる。それは燃える火であり、咲き誇る花であり、この洞窟の中になった果実であり、命そのものだ。あっという間に消えてしまうが、人の目を奪う。最後に、それは私を率いて存在の地平線を乗り越え、彼岸の彼方で虚無を断ち切る。眠る無双者から祝福を受けながら、そのアイオーンを殺す方法を考えているのか。それはまさに完全なる虚無だな。だが君の言う通りだ。この長雨が続く死の水のほとりに居続けると、鮮やかな赤い火を見ている時だけ自分が生きていることを実感する。雨はいつになったら止むんだ？そうだな、亡者の怨念がすべて沈まれば空も晴れるかもしれないな。炭鉱さん、ビアリスカマンドロス星のことは聞いたことあるかしら？調和の影響下にある地上の楽園の一つで、大小ダルダヌ星系の住民たちが集まる人間界の楽園なんだけど、今から半琥珀期前、ファミリーがそこで史上かつてない祭典を行い、宴のあと、その惑星にいる全員がファミリーの一員になったの。ピノコニーでも同じことが起こると思っているのか？それ以外に何があると思うの？ファミリーはわざわざ時計屋の正体を利用して多くの運命の旅人たちを滞在させておきながら、虚無の指令だけを追放した。虚無の影響を受けている私は他の運命の影響を受けにくい。むしろ無意識にそれを侵食できる。これは彼らにとって望ましくない変数かもしれない。同意できないな。その惑星は信用体系に加わってもいなければ、銀器にもつながっていない調和の庇護を受けた辺境の文明だ。だがピノコニーは違う。それは全銀河の約半数の派閥に宣戦布告することを意味する。ファミリーにそんなことをする理由はない。それは
彼らが本当に調和を信仰していることが前提になるだろう。どういう意味だ？ピノコニーの光に包まれた運命は純粋ではなく、ここの調和には異物が混ざっているということだ。大昔にあった宇宙の公害を覚えてる？繁殖のタイズルスは宇宙に果てしない災いをもたらしたけど、それは最終的に混乱と混迷の中で神々の戦いへと発展していった。その対戦では二つの運命がアイオンを失ったわ。繁殖と秩序。お、そして偶然にもその二つの運命の転換点はあるアイオーンと関係している。調和のシペ、oh. そのアイオーンは神々による虫の王の討伐に加わり、何らかの理由で秩序のエナを飲み込んだと言われている。ベイビー、冗談だ。ホリフォクノリ、つまり主のいない二つの運命が暗躍してるってのが。だがピノコニーに繁殖の子孫は現れていない。天外聖火隊の残党がファミリーの中に潜んでいて、亡くなったアイオーンを復活させようとしているということか。まだ断定はできないが、少なくとも彼らが調和セレモニーを利用して何か企てていることは確かだ。ホーリーウーボー、んな複雑なことになってんのが。なら今すぐアステナを離れろってのはどういうことだ？まさかお手上げってわけじゃねえよな。調和セレモニーの開幕が目前に迫っている今、どうしても確認しておきたいことがあってな。それには跳躍するのが一番手っ取り早い。いや、時間が差し迫っているのなら今すぐ別の手段を講じる。まさか決明局長を使うつもりじゃねえだろうな。そのまさかだ。ラフの運気軍の助けがあれば十分だろう。そいつは一生に一つしか使えねえんだぞ。よく考えろ。よく考えた。だが俺の仲間も一生に一度しか得られないんだ。Oh, the symbol of harmony is right at the bottom right now. Three system hours until Shamani Festival, Pentagonic Grand Theater. ここにいるのは君だけなの。我が子よ、七死人はなかなか手ごわいな。私たちの秘密はすでにファミリーの間で広まり、カンパニーのデストロイヤーもアスデナに集結している今が重要な時だ。時にサンデー、あまたの音を調和させぬ神に選ばれし者はどこにいる？何のことでしょう。私はこうしてあなたの前に立っているではありませんか。知っているだろう。私たちの計画では彼女こそが調和セレモニーの主人公であると。しかし計画に変更が生じました。彼女の兄である私は秩序に歌を捧げることが彼女の本意ではないことを知っています。ここには私がいれば十分でしょう。フッ君は子供の頃から賢かった。
その行動がどんな代償を支払うことになるか、きっと理解しているのだろう。これを裏切りだとお考えなのでしたら、天に二つの太陽はいりません。必要ならば私が太陽を撃ち落とします。君は報いを信じるか。報いが本当に存在するのなら、それは全ての生命に当てはまるはずです。あなたにはあなたの報い、私には私の報いが。ですが、私の報いはあなたとは関係ありません、ゴフェルさん。あ、いいだろう。君が彼女の代わりに犠牲になることを望むなら、私がそれを叶えよう。おや、思ったよりも早く譲歩してくださいましたね。なぜですか？君たちは秩序の双子として生まれ、どちらか一方がこの道を歩み、定められた結末にたどり着くことが運命づけられている。これもあなたの思惑通りですか？もちろん。君は子供の頃から本当に鋭いな。開幕の時が近づいている。行くといい。調和の権力を奪い、君の報いを明らかにするために。最後に一つ聞きたいことがあります。あなたはなぜ秩序をピノコニーに降臨させることにしたのですか？行き詰まった世界ならばもっといい選択になったはずでしょう。しかしあなたは人々が心に自由を抱く夢の街を選んだ。それはなぜですか？公平のためだ。心の中の抗議を失えば、調和と同じ鉄を踏むことになる。つまり性格を利用して無教を操ったのはやはりあなたではなく。おしゃべりはここまでにしよう。さあ始めなさい。大奥家の107336の魂はこの瞬間を何度も夢見てきた。私は空高く飛び、天上の太陽となる。すべての生命は我が光の中で生き生きと育ち、すべての罪悪は隠れることができなくなる。ここがピノコニー大劇場の内部ね。そうだ、で空に飛ばされるのは面白かったけど、もうすぐ調和セレモニーが始まるっていうのに、どうしてまだ入場が始まってないんだろう。それだけじゃないわ。劇場全体が不気味なほど静まり返ってる。観客はおろか、スタッフや役者の姿もないなんて。 Are we too late? 来るのが遅かったとしても、こんな大きな劇場に誰もいないなんてありえないんじゃないかしら。あたりを調べてみましょう。みんな気をつけて進んでね。リ
please tell me there's a teleport around here. ほとばしる過去の反省。Please tell me there's a... Okay, I see a teleport, I see a teleport. Nice. Alright. Since there's a teleport around here, I'm gonna call it at that. Okay, I'm gonna call it at that. It's been 3 hours and 28 minutes already. And it's already past midnight, so I'm gonna call it at that. As much as I would love to continue, but unfortunately, I'm gonna call it at that.